始まった、始まりましたよ。のでーでーでー始まったらダメ。でる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 。なんでだ、なんでだ、なんでだ、これを。はい、どうも。ちょっとね、私ね、今ね、はい、公開料はなぜマスクをしているかというとですね、はい、よく、はい、ちょっと男性陣が、はい、いろいろと見たい映像、動画、チャットなどで、はい、よく見かける、はい、女性が鼻の下を隠して、はい、あ、あ、あ、じゃあ、みたいなことをしている。設楽さんって知り合いですか？え、わかんないです。あ、じゃあ始めましょうか。あ、こんばんは。どうも、はい、どうも、ごめんなさい。で、なんで、なんて、あ、で、なんてっていうことです。はい。そういう女性がね、やたらと、あ、モテるというか、はい、いろいろ顔を隠していった方がなんちゃらみたいな。あー、あります。それは間違いないです。それをちょっと実践。ちょっと飲みます。一回だけなんですよね。よかった、ありがとうございます。どうも。あー、どうも。戻ってまいりました、はい、ということで、はい、このツイキャスは、はい、洋酒喫茶カンカラ店長と、地獄の遺伝子ヘル島内がお送りいたします。ね、だいぶ久しぶりでしたよね。こんばんは。あ、アイネさん、いつもアイテムありがとうございます。あの、ゲーム配信してるとアイテムが気づけないっていうのが、あー、そういう、そういうところで来ていただいてる。ありがとうございます。ね、いやー、だいぶ久しぶりに帰って、なんか久しぶりですね。なんかこういった形で、だって最近まであのゲームばっかり、クソゲーム配信、クソゲーム配信ばっかりしてるから、あの、今でもすぐクソゲーやりたいです。そう一時、だからもう今日はちょっとね、あれ、その人、はい、だから高橋名人はゲーム1日1時間と言いながら、僕らツイキャスは1時間に きっちり切ってすぐ戻ろう、すぐ戻らなが、すぐ戻ろうって言ってるから、ちょっとね、あの、国を広げないとダメなんでね。顔似てるらしいですよ、毎回言われませんか。あ、ほんまですか、それ。あ、でもね、ここ最近僕すごい思ってたんですよ、それ。カニアカニアの何の顔それ。そう、三国志。なんかね、ああ、ありがとうございます。ああ、もうね、僕ら追っかけてくれてる人がいますよ、本当に。三国志ユーザーが。ありがとうございます。三国志ヘビーさあ、私たちがやってるのは三国志の何でしょう。最新作ではないよ、ね。最新作ではないね。最新作から半分下。半分以下ですよ。半分以下。ちょうど半分ですらないですよ。そうですよ。だって、確か最新作が13?4か3、すごいね。もうどんなシステムも使ってんのかも分かんないですよね。いや、もしかしたら無双システムつながってるかもしれないですよ。そんな、いや、分からんけど、三国無双の、三国無双できるんかもしれないですよ、もしかしたら。そうなってきたらもう三国無双北斗の剣とかね。三国無双の北斗の剣みたいなね、ケンシロウさんがこうババ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 、あと リンがこうピン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 ってずっと弓を取ったら勝手に終わるやつ。いや、でもなんかで、うん、いや、でも、あの、信長の野望の、はい、PC 版かな、ちゃうない、プレステ3版かな、やつなんか、ほう、もうだいぶリアルに進む系のに変わってましたけどね。へぇー、だから、あの、何、リアルタイムストラテジー、あ、そう時間がそのままずっと進んでいくやつね。もう、だから、あれ、チンタラしてたら、そう、やられるやつね。そう怖ないですか。いや、あれを初めて体験したゲームソフトってあなた分かります？僕、エイジオブエンパイア。全然わからない。何それ、エイジオブエンパイア。もう超エンパイアステートビル。それは、あの、でかいビル、でかいビル。ヘロさん、今日なんでマスクなんですか、風邪ですか。あ、ね、またこの説明や。よくチャットとか、何々で、風邪でっていう男性の人がね、なんか飲んでいいですか。あ、飲んでください。そんな説明で。で、まあ、いろいろね、顔の大部分を隠したことによってよりよく見えるっていうようなね、風潮があったりしますので、それをちょっと今ね、体験してみております。まあ、風です。単純に、まあ、平たく言えば、平たく言えばもう風でね、もう喉がね、やられててね、あの、もう梅雨の時期でしょ。梅雨の時期やのにね、ものすごく乾燥してるんですよ、うちの部屋。意味が分からない。どういうこと、あれ。エアコンつけすぎでしょ。エアコンもつけてないの。つけたら、あの、なんか気持ち悪い風来るから。ぬるい風。僕、ぬるいね、冷たいじゃない、ぬるい変な風は嫌なんですよ。だから、あの、エアコンクリーナーのね、なんか泡でシューってやるやつを買ってきてるんですけど、はい、ちょうどそのエアコンの下が僕のその、なんていうんですか、
ネタ帳とかいろいろその書くものをしないとダメなねテーブルがあるわけですよ、はいはい、そこを片さんとあかんから、あ机の上片すんかって思って、そのエアコンの洗浄するクリームは半年前に買いましたからお正月ぐらいに買ったやつがずっと残ってますわ。できてないんですよこれが、なかなかね。でもほんまに夏本番になる前にちょっとセンターあかんねん、ああいうの。いやマジでカビますから、ね、めちゃくちゃ暑い。あれねすごいなるらしいですよね、長野とか。めっちゃカビますよ、僕もう掃除したけど、カビがいい。テルさん見えます？文字見えます？あ大丈夫です、なんとか。アーターさん、アーターさんこんばんは。ヘルさん風邪ですか？風邪じゃない喉がおかしい。あっカラ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 っていただきます。麻婆豆腐、私はこのね、もうもうここに書いとこ、ここに書いとこ。麻婆丼じゃあ、あのヘルさんは風邪じゃない風邪じゃないと。うん、ヘルはいやー、麻婆豆腐美味しい。風邪じゃないって書かれ、風ノーブ、うん、みたいなもんですけど、風ノーブ風やと思うけど、それなんですか？あ見えてへんねんから無理すんなよ。ほんまに、ほんまに危なかった、失礼しました。部屋自体が除湿機いやでもね、本当になんかなってるんですよ。窓が少ないかな、かな。あちっちゃい、本当にね、正方形ななんか鉄格子差し込んだら、あ、そういうところみたいなえ、こんなんじゃないカラカラカラちぇ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 カラ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 みたいな感じではないですけど、タイプのやつじゃないんや、じゃないですけど、それともう一つ、まあそのカラカラタイプの扉もありますけど、あ窓もあるんですけど、それでもね、ずっとだから大きい方開けっぱなし。さっきの何マンですか？さっき何か生まれかけ、生まれかけましたけどね、あの中に入っていきました、まだ時期じゃない、時期じゃないっていう、ね、晴山さん、晴山さんああどうも、ああお久しぶりです、ありがとうございます。いやー気ぃつけなあかんよ本当に。梅雨って梅雨明けしたの？いや多分始まってすらない、多分始まってすらないの、うん、終わろうとしてるのではないでしょうか。ちょいちょいなんかそういうことある、ね、でもあっちの九州とかはもうあれですよ、嵐ですよ。あ、なんか大雨のね、嵐ですよ、あっちは嵐やから、まあバランスは取れてるね、気つけてくださいね、本当に。まあでも僕も先月風邪ひいてましたしね、ほら5月中旬くらいになってます、ね、これは風邪じゃないって言い張ってたけどあの大体そういう風邪の症状が連続中どんどん現れていってあの風邪と認めるのに1週間かかって、でその後に咳が咳がね、今これは風邪じゃないですか、これじゃ風邪じゃないですか無駄な咳が多かったから。おいしいいいんですかこれ、また記録に残りますけどお母さん泣かないですか？大丈夫、お母さん見て、お、なんか忘れてました記録に残るということを忘れてて、好き勝手やり始めて、好き勝手と恥ずかしくなりました。好き勝手と思うありがとうございますね、ちょっと大事にします。皆さんもねちょっと気ぃつけてくださいね、あのエアコンね、はい、そろそろつける時期やし。もう僕ずっとついてるずっといやでもずっとついてたらついてたでいいんでしょ、ああいうのって、その電気代もまあまあまあそうやし、で一応ずっと動いてるから、なんかその繁殖もまだしにくい、あ置いてるのが一番、なんかつけた後に送風した方がいいらしいですよ、うん、だから中の湿度を一回送風でただ風だけを回す状態にして飛ばすと、一回飛ばし切ってからもうやめろもうてかエアコン、もう何だエアコンいらないんじゃないですか。エアコンねー、いやもともとついてるやつ外したら余計お金取られるやつやからね。あまあね、どうせ、まあ、扇風機やな、やっぱり、うん、扇風機で僕ずっとあこれは冷えるわって思ってやってることあるんですけど、何、扇風機の裏側に濡れタオルを貼り付けるっていうそれでブーブーって音うるさいけどねそれブラ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 っていうか、それなんかドンキなんか言ってましたよありました、冷房線になんかこう背負わせる冷たいやたら冷たいものを背負わせるっていう、だから扇風機があるのあちケツにここ冷こう、まあ、氷をここに乗せて、はいはい、こうやって風を出させるっていう昔ながらのやつや、そうそれが売ってましたよ。でもそれなんかね、うん、1890円もしたから、なんかえどっちそれ高い安い、ね、1800円
いや高いかや、まあ、電気代を振る舞わせるよりは安いと思いますよ。ああなるほどね。ただそれをこまめに手入れできるやつが何人おんねやろうっていう僕の疑問。ああそうやね。僕は多分3日でやめますよ。面倒だなと思ってしまう。ああはいエアコンすぐ結局ねエアコンに頼ってしまう生活。エアコン人々はエアコンに毒されておる。もう質あの裏ナンバー通ったら、うん、あのみんなどこもエアコンガンだけやから知らんけど室外機で死ぬほど暑かったんですよそこの裏なんも室外機室外機結局そういうものが暑くなってくるからね。そうそうそう何やったかなすごい古典的なものに分かりやすいものであこれ風邪や気付けてください皆さん。なんかね内訳かな、はい、なんかそこにまたその濡れタオル的なまた濡れタオルそうはめ込んでこう仰ぐっていうなんかそう、あ、そうそう水滴飛ばすね知ってます？なんか皆さんそういう商品あんの。ああ、霧を出す霧を出す、いや、うちはあ、うちはみたいな全然よくわかる。だからもうただ単にこう仰ぐことによってここについてる水分がビシャーってこう、うんうん、ビシャー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 ずーっとこうやってるやつイライラするUSJ のジュラシックパークでね最後降りる前に小さい竜がピューピューピューってずっとかけてくるようなピューピューピューあんなやつがもしかしたらねあるかもわからない、うん、水うちわ水うちわっていうのあれあすみませんちょっと知らなくて、ね、僕も知らないです。水うちわあんたそれかもわかんないですわ。え、これじゃないよねこうえこうセンスでこう水をこうさ水芸のやつやねこうやっていくやつじゃないあれじゃあれもうやってる人いないでしょほとんど。あそれ何ですか何マンいやおお水かけようや水かけようや水かけようです皆さんに清き水をかけていきましょうあこれは水これはあれでしょうねあのこれなんか水かけ論とかもしてくるそもそも論みたいなのがそういうなんかもうちょっと恥ずかしい話おかしくする方の水かけ魔を水おやじ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 何だ水おやじってほんま店先に水ぶっかけてるおやじじゃないですか、ね、です冷やすためにあの打ち水ねそうそうそうあれ大事ですよあれでもあれはあれはやるあれは大事です、うん、あれマジあれほんまに冷えますからねやっといた方がいいんじゃないですかヘルさんの家でもどこやんのそれって。ああでもベランダかベランダベランダとあとはもうその正方形の小窓のところピシャピシャってこう自分の部屋の壁にこうピシャ叩きつけるピシャってこう叩きつける水をね水を叩きつける仕事が残ってますよ。そうするとそれなりに冷えるんかな。冷えると思うんですけどね。まあちょっとまあベランダは絶対効果ありそうね。そうそうそう。ああねえもう気づかない。てか今年は夏にしちゃ全然記録に残りますごめんなさい、ま、これいやこれだけあの 水かけようだけもうちょっとやよかったよかったもうちょっと頑張ってくれたら水かけようだけのほら鉄道マンみたいなあのまだそこだけ抜粋してあれでしょ抜粋シリーズ早送りやらそうそうそうスローでやったりとかいろんな僕が出てくるんでしょ。それでも新しいシリーズは作っていきたいんですけど、うん、あまあまあ確かにねいろいろやってた方がねやっててなんか出てくると思いますけども何やろう最近ほんまに嬉しいのがあのアホみたいに動画上げまくってたら多分僕多分皆さんは多分あれめっちゃ無駄なことしてるなってみんな皆さん思ってるかもしれないですけど、はいはいはい、あのちょっとずつ結果が出てるせいか、はい、あの1日6円くらい稼げるようになりましたでもすごいねちゃんとそういうのでお金が発生するといういやちゃうなもっとやもっともっといくもっといくって言ったら30日で、うん、あんはんふ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 んしかないからいや全部わからないです。うん、待ってくださいもうちょっと待って。ちゃう 0.02 円1日20銭もっとないと思う。で 2000と0.02 銭かそうそううわだから 0.02 円やから2000 2000ってどうやって計算するの。2000あ、でも待って、ちゃう2円やってます、やっぱ2円でやってます。2円、まあまあ、あの、なんか大変すぎへん、そうやったらね、0.2 途方もないってことですよね、うん、でもそれまではゼロやったんですから、うん、
それまでは強かった。ああ、そう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 、絶対ね、プラスになってるっていうのは大事ですよ。これが、だからね、僕のこの計算できるなら、うん、50個くらい動画作って 2円もらえんやったら、僕今からもうなんか200万個くらい動画作ったら、あーでも、まあ、かける40×4万倍ですから、4万かける2で、次僕毎日8万円もらえるようになりますから。今から200万個動画作って死ぬぐらい、そうそうそう、200万個うわっつって、もう何でも作ったらもう王将みたいなことになるわけよ。そうそうそう、動画1日100万個動画1日100万個、動画は YouTube を超える。そうそう、どういうことや、動画は YouTube や、動画1日100万個、そうそうそう、編集1日8000個しんど、しのなテレビ局やもん。もう誰かやってくれ、あの、いや誰か一緒にやってほしい。でもほんまにそれぐらいちゃんとね、結果が出るわけですね、わかりやすく。いや、皆さん気長にやってください。いや、そうやね、気長にやったら何かしらの足しには絶対なる。ありがとうございます、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。あの、面白くなくても大丈夫大丈夫です、とりあえず大丈夫です、とりあえず新しい動画だよ。皆さんに希望をあげたい、希望をあげたい、面白くなくても大丈夫ですあんな YouTuber みたいにいいカメラ買わんでもええし、あんなアホみたいになんかお金持ってる人ができるようなガチャガチャいっぱい回したりとかしなくても大丈夫。もう基本こういうことやりがちみたいなのあります、編集してるときに。とりあえずヘルさんを早くしてしまいますよ、ね、早くしてしまう、ヘルさんを早くしてしまう、早く動かすような形。そうそう、あとはもう僕一人の時はもう基本的にはもう、うん、何やろう、もう正直編集するのがめんどくさいから、うん、一発撮りで、ああ、よくて二発。へえー、でもそれで何や、特に何すんのその場合って。いやもうただ撮ってウェーってやって5分で撮って、その5分の動画ピピピピピピっていう、あ、もう iPhone 内で勝手にもう、はあはあはあ、ちょろく編集して、うん、ボイあとはもう勝手にもうずっと流れていく、もう勝手に流すパソコンにピピピって送って大丈夫ですか。焼酎飲むやつは笑って、ありがとうございます。はいやいや、焼酎のシリーズがあるんですけど、ほん、あの今のところパート2までいったんですけど、残念ながら焼酎をロックで一気になんか、うん、カッカッカッて飲まなあかんから、あ、後半若干ボーっとするっていう。別にまだ酔う前、ね、あの30分後には酔っ払ってますけど、うんうん、30分前その時はってなってるだけの僕が見れるっていう。でもまあそれが多分一番醍醐味なんだよね。でしょうね、うん、そういうところをこうなんかね、なんかヘルさんでなんかできないですかね。うわーってなんのは大変なあ、それか、ただ、なんか、もっともうなんか、あの、やっぱこたつと同じようなこたつに、あれはね、ちょっと自転車は音が弱かったから、うん、音がうまいこと取れなかったから、ちょっとあれは、僕は失敗しました。それなりに、あ、そうなんですか。僕あれは失敗だと思いました。僕は、お仕事中に、はい、音なしで見たんですけど、はい、音なしでも、なんか面白かった自分がなんかこうヒュン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 ってこう来たやつがヒュンヒュンってこう戻るとかね。そうそう、僕一番好きなこうヘルさんを空中で途中で止めますから、スペリ台を取るときに飛ぶじゃないですか、はいはいはい、飛ぶ瞬間にここの間でピュッピュッってピュッピュッってこう行ったり来たり、やらせ、着地させないで、あれだけで、あれは良かったかなって。アメさん、また YouTube 登録よろしくお願いします。よろしくお願いします水まく、やたら水まく、ヘルさんに水おやじ編やりますそれから日中に集まらなかったらね、やっぱね、まずやね、いろまあいろいろとそっちの動画はまたいろいろ考えていくとして、考えましょう。なあ、どうもう告示もう告示いきますね。まあまあね、思った以上にね、喉が今やられてますね。おお、喋りにくくなってしまいますね、ごめんなさい。なんかもう水いります、水かな。あー、お水いただけたらそれはそれで、氷1個ぐらいで氷1個くらいでお願いします。普通にウーロン茶出しましょう。いや、そんなもう何でも、もう水道水でもいいぐらいな。いや、逆に水道水のじゃあそうなの、そんなことある。いやー、でもね、本当に皆さんも気づけてくださいね。気づけば自分の体はどこまでおかしくなっているのかそんなことも思いながら、ありがとうございます。はい、巻くなよ。
水巻き水巻き声水巻き声水かけ声喋れへんから大体全員喋りにくくケツドンマンもそうでしょ、ね、歌って踊ってるだけやあんま喋ってるっていうことでもないベランダに水かけましたが周りが暑いのであまり効果ああ、ありがとうございます。やっぱり、あ、どうも、こもちゃんさん、あの、びっくりするくらいゲーム配信より人が来る、ちゃんとね、ちゃんと来てくださいますね。僕ら全力で遊んでるだけがまだ早かったかもしれない。まだ僕らが全力で遊んでるので、うん、喜んでくれるには僕らまだ頑張らない。それは、それが足りなかった。もっと普通に頑張らなあかん。もっと頑張る、もっと一生懸命頑張った上でね、喋らなあかんかったと思います。大変やと思います、ほんまに、うん、まあでも人によったらね、あのゲームも良かったって言うてくれる人もおったりするんですよ。ああ、いや、結構いい。なんか、いや、僕、いや、結構ね、うん、半々なんですよね。ああ、なるほど。ゲームもしてくれてもいいよ。うん、ゲームもいいと思う。してくれてもいいけど、いいと思う。どっちもやってくれたらいいよっていう。多分ね。そう言いながらも、まあ、やっぱり普通に喋ってほしいなっていうのが7割は占めていってるとは思うんですけど、普通に喋れねえんか喋れよっていうっていう、それもそうやね、汚なき意見がね。でもゲームもそうだって、まだ買ってきたゲームも一つやってないんですよもうあれ知らない、三国志6勇者でしょ、いい、ただいま勇者募集中、プロレスだったスーパーファイアプロレスリングスペシャル、そして鉄拳2が、まあ鉄拳2は多分できるね、なんかそこら辺も、ね、多分ファイプロもうまいことやれば録画できます。あれ配信するとあちょっとズレが、ね、僕の PC のスペックがダメで、うん、うんうん、追いつかないんで、追いつかなくてズレが出てくる、つけなければ多分綺麗に動くかもしれない。まあ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 、また今度やります、まあ、いろいろと来月やります。動画も考えてね、あとは趣味動画作りやから、最近の僕の趣味が最近動画作り、編集の方ですか自分で撮って自分で作って、うん、あでもそれができるのとできないのとではだいぶと違うもんねそうそうそうでなんか、うん、であとあとはあと好きなことはよその動画見ていいなと思った技術パクるって違うです、それ堂々と言うといいですしっかりパクるって言いましたよ今。いやそれ、いやこれ、まあ、確かに失言ですけど、うん、残念ながらよそのやつらもパクりまくってます。ああまあまあまあ、結局ね、誰かがやったやつが誰かをまた真似して、ハンドスピナーの動画何個あんねんめっちゃ多いなもうハンドスピナーのハンドスピナーでみんな遊んでるやんけ。あれもう僕愕然としてしまったのが、はい、ハンドスピナーで YouTube の動画でもいろいろあるわけじゃないですか、はい、で何やったらこういう遊びができますよみたいな感じで説明する、なんていうの、うん、ちゃんとした取扱説明書的なね、はいはいはい、動画をする中で、はいはいはい、ああそんなやつやってんねんな、俺には関係ないことやなって思ってたら、はい、この前ね、123ご視聴ありがとうございました。またよかったらね、こちらの方でチャンネル登録、あとはあの次のおすすめの動画とか上げてますんで、よかったら見てやってください。どうもありがとうございました。